衆院選は今日公示され、今月三十一日に投開票されます。県内では五つの小選挙区で、これまでに十人が立候補し。いずれも自民党と野党統一候補の一騎打ちとなる見通しです。福島一区には届出順に。立憲民主党の前職、金子恵美さん。自民党の前職、亀岡義民さん。二区には。 立憲民主党の新人馬場慎司さん、自民党の前職、根本匠さん、3区には自民党の前職、上杉健太郎さん、立憲民主党の前職、現馬光一郎さん、4区には立憲民主党の前職、小熊慎司さん、自民党の前職、関家一郎さん、5区には共産党の新人、 熊谷智さん、自民党の前職、吉野正義さんがそれぞれ立候補しています県内の有権者数は、昨日現在157万6千人余りで前回の衆院選当日と比べ、およそ4万7千人少なくなっています今回の衆院選は、新型コロナウイルス対策や それに伴う経済対策が主な争点となるほか県内では復興施策や福島第一原発の処理水の海洋放出などについても論戦が交わされる見通しです。立候補の届出は午後5時にに締め切られ、れ今月31日に投開票されます。